はい、おはようございます。アキです。モトンです。はい、おはようございます。今日モトン休みで一緒にどっか行こうってことで、今からご飯屋行くんだっけ。飯行くんだ。うん、天気もいいしね今日ね。フレンとか寄ってから行くから。あ、分かった。うん、OK、眩しい。じゃあ行ってきます。はい、ポーピーだったんだ。棒が好きなんだ。棒が好き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 。前の面白かったね。面白かった。めっちゃ面白かった。すごいアマピーのおかげで。面白すぎる。いや、いや編集上手って。どっかからプロダクションからなんかお声がかかるんかな。編集しててもずっと笑ってた。なんかめっちゃ仲いい感じだけどさ、結構合ってんの。あの後からオガオガとオガオガの嫁と4人で飲んでいくの。まあまあね、うん、結構なお父さんが誘ってくれるん。 LINE 叩いたから。LINE 交換した。あの時からな、スマホの使い方わからないからっていうあの作戦でな。作戦で結構飲んだ。何回行ったかな。まあまあ行ってる。うん、タイミングがいいの。タイミングいい。そんな時間あれないって言ってたよね私。いや、いくらでも作る。タイミングが違すぎるんだけど。私とアマピーに対してのさ、4人で行こうって言ったのに、その前にアマピーその前に時間あるっていう。え、それは言わんっていう約束だったから。そうだったな。そうじゃ。でも隠そうとするってことはさ、そういうこと。まあそういう感じ。なんだよちょっとそういう感じ。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンかなこれ。狙ってると言ったら失礼や。ワンチャンと言わずな、2、3があるかもしれない。さすがマスク。とりあえず1にしたいかなと。とりあえず朝やで、まだ。まだ午前中だ。これからまだランチ行こうよ、ね。これからや。なんでアマピー。小川さんの嫁さんのアンナちゃんはね、うん、結婚しとるから、チャンスないから。そういうこと？消去法？え？消去？ちょっと言い方悪かった。やっぱワンチャン。じゃあ。今日はな、お昼寝ラッコに行こうと思ってるから。諦めなよ、もう無理だって。いや、そんなことないよ。そんなことない。何でも勝負はね、諦めた終わりなんで。あ、でも海が好き。あ、海が好き。海が好き、私。まあ、いいよ。うん、知ってる。あ、知ってたよね。俺も海大好き。一緒だ。引き寄せるんだと思う、こうやって。なんか、チューチューのがいいな。お父さんのその幅は女性の何歳から60歳くらい。それ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 。30から60歳。あ、じゃあもうちょうどちょうどストライクです。ストライクゾーン。入りました。もうちょっと着くよ。イエーイ。はい、結構来たね。いや、うまいからね。お父さんおすすめのお店に。海も見えるし。え、めっちゃ海が好きじゃん。これですか。これです。おお、まだオープン前なんで。あ、そうですね。じゃあ、はい、もうちょっと待ちましょうか。ちょっと待ちましょうか。はい、行きましょう。めっちゃ美味しいから、本当楽しみすぎる。楽しみ出るわ。すごい車だもん。これは豪華すぎる。美味しそうでしょ。これはやばい。写真撮ったらさ、もうめっちゃ匂わせ。匂わせやばい。匂わせすごい。匂わせ。お願いします。見て、匂わせ。A の撮れたの、これ。A の撮れたんだけど、その後ろちょっと何ですか。これ、私の友達。イケメンたちの、これは。仲良くしてくれよ。プリクラじゃん。え、どういう風に。プリクラ。これは言えんって感じ。え、これぐらい。いや、お父さんほどこう。ちょっとなんか高揚してしまう。高揚。え、逆に高揚するんだ。あ、そっちの方。ちょっと嬉しくて。あ、それに嬉しくて。
嫉妬で興奮してるかと、そっちの癖かと思う。娘の前で撮りに行く。あ、プリクラ撮る。どうや、更新しようとしてる。それを上に入れてもらおうとしてる。それ回収する。回収。いただきます。いただきます。めっちゃうまい。これはすごい。あ、失敗しちゃった。割り柱なんて昔すごい、こっちを持ってる。多分これお父さん、お父さんお父さんが重いです。すごい、うまいこと言う。うまっ。うん、プリプリだ。おいしい。めっちゃおいしい。うん、ラムピ海鮮も結構好きなの。うん、ラムピ好き。うん、家でラムピ食ったら全然うまい。ここのナスビは楽しい。いや、おいしいよ。家で取れてるから。あ、作ってる。言うの。あ、言うしなかったね。出なかった。すごいよ、野菜。どうか。そうなの。知らないお父さんがまだいたわ。あげればいいの。野菜。お父さんの話を。え？聞こえんか。自分で言いながらやばかった。いや、もっといいのよ。ゴーヤ、ゴーヤ。もうどうしよう。やばいよ。アキどうしよう。もう今ダメ。どれぐらいになるの？よりどれぐらい？どれぐらいになる？ちなみに私が好きなやつ。ついつい握っちゃうやつな。これ終わったら送っていくから。送ってくる？早すぎでしょ。いいよ、起きる寝る。早いな。昼寝結構早くね。夜からよ、だけど、こんなにちゃんとお昼からお昼寝だった。ダメだよ、まだいるよ、一緒に。せっかくアマピーにも会えたの。なに、久しぶりじゃん。わらび餅。すごい、すごい、見て、お父さん。わ、すごい。いや、いい感じ。おいしい。これ日本一うまい。うん、こんな感じです。めっちゃおいしい。ごちそうさまでした。ごとんが全然来ないんですけど。ちょっと待って。ごとん全然帰ってこないから何してんだと思ったら、おがおがさんのお父さんと喋ってた。涼しくしといてって言われたんでエアコンつけて待ってたのに、俺なんか来ないなと思って。年が行ったらね、同じようなにちょっと喋るの。若い人はちょっと無理がある。無理が。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。私まだいるから。このティラノサウルスかも。ふざけんね。金太郎。金太郎。お父さんなんか恥ずかしい。恥ずかしい。いいよ。お父さんなんか恥ずかしい。恥ずかしい。いいよ。やばいやばいやばい。見てての。マジでピーだ。わざとじゃないからね、これ。何？私こんなの初めてなんだけど。映してる瞬間に今日一番受けたかもしれない。一番受けた。涙が出てきた。私もすごいタイミングやばくない？ピピ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 ピ綺麗に見えた。お父さん、ミートスポート知ってるもん。知ってるの。任せて。私が海が好きだって言ったら。言ったらね。うん。最高だ。バイク興味ない。バイクはない。後ろに乗ったことがあるぐらい。絶対やめた方がいい。やめた方がいい？原付きは乗ったことあるけど、怖かったし。乗ったら多分すごい似合うと思う。似合う。かっこいいと思う。かっこいいと思う。マービーに乗ってほしい。いや、やめた方がいい。後ろになるわ。俺乗りたくない。乗ってこんかった。ダメだった。夏は嫌だった。夏は嫌だ。暑いから。どんどんどういうとこがいいなみたいなってある。かわいい。すぐにかぶりつけようと思う。子供。そう。よかったね、音。なんで無言なんで。動画じゃなくて本気で言う。着いたね。ちょっと待って。いや、海だけどさ。観光客でいっぱいじゃん。あのマーク見たことない。
私何回もここ連れてこられたんだけど。練習ででも走るときは、うん、広いじゃん。そう、めっちゃ広い。日本一綺麗な景色の。めっちゃ綺麗。日本一。かっこいい。何してんの？123か124。124どっちか。はい、早っ。仕事ができるとか早いよ。全部乗るの？そう、9レース。あ、もう9レースなんだ。うん。あと4つしかない。うん。オートレースやる真剣にやってるおとんの姿はどう？眩しい、あの後ろ姿。かっこいい。さあどうなる？さあどうなる？いや、1個ぐらい当たってほしいな。ね。当たった。当たったね。ほんまに面白い。多分ビギナートラック。あ、確かにビギナートラックでいけるかも。じゃあこれ当たったら。うん。お昼寝だっこ。出れるかな。しれっとかわされてる。3いってる、3いってる。 3が1番だ。今3が1番。あ、やばいやばいやばい。4だったわ。悔しい。惜しい。惜しい。これお父さんのさ。めっちゃ簡単。このやつもだってさ。やばいよ。入っとったら。なあ、当たってた。トンダメだった。え？ダメだったね。たまには。たまにはね。え？次は当たるから。うま？はい、私はこれを買いました。意気込みどうぞ。もうもらってます。お昼寝バッグをもらってます。いっぱいよ、すごいよ。めっちゃ買っとるな。めっちゃあるで。これかけすぎだよ。1,2,3,4,5,6。これで外れたらショックやな。ショック。10レース目です。さっき4番が1位だったから4番に入れたくなるな。確かに。いけ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 。さあ、よし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 。そういうことね。はい、買いました。またすごいよ。もうこれラストチャンスで。お金がなくなった。銀行いかん。お金なくなった。お金なくなった。こんなかけてんだから。マジでちょっと4と5と6来ない。お願いします。よし、よし、よし、やばい、すごい、おめでとう、やった、イエーイ、変じゃねえ、いくら使ったと思って、うちの加藤さん。行ったのも初めて、全部初めて。楽しかった。全部初めてだったよ。私の初めては全部お父さん。でも全部初めて。俺は外れた。そういうことだよね。そういうことだよね。哀愁をただ。それもいいよ。哀愁をただした人もモテるよ。魅力的だよ。さあ、思い出にさ、今日のプリクラ撮りに行くわ。ありがとう。ありがとう。食い気味のありがとう。食い気味で食いた。脂肪分解。
痩せる祭り。はい、今焼肉焼きました。締めの焼肉。お疲れ様です。昭和だ。お疲れ様。お疲れ様。今日は、今日も言いますが、相変わらずこれです。ノンアルです。皆さん安心してください。わあ、めっちゃうまそう。もういっちゃうね。いっちゃう。あ、火力強いんだ。うまい。うまい。うまいよね。こんばんは。うわ、なんかテンション高い。もっと男前なんだから。男前の感じ。あの人見てるよね。誰？俳優の危ないデカ。誰？危ないデカ。そうですか。私のツイッターに視聴者さんが山本ジョージさんに似てるって。それは違う。でそしたら本物の山本ジョージさんのオフィシャルから、そうですねってリップ来てた。本物から？スタッフアカウントから。マジで？めっちゃ笑っちゃった。誰とも金太郎。金太郎。お父さん金太郎だって。芸人の？いや、そっちじゃない。調子どうですか今日は。良かったですか？調子よかった。ありがとう。ちょっとやらかした。またや、なんか言っちゃった。やっちゃった。かっこいいとこ見せるか。起きるね、ラッコに行こうか。そっち思ってたんだけど今ここに来た。っていうことは、いけてないってこと。いけてない。でも私は幸せだよ。あら。で、そこで美味しい食事をいただいて。ありがとうございます。あれなんだっけ、わらび餅。あ、そうそう、わらび餅。すごくない？さすがやね。すごいね。一心伝心。あら、いちゃいちゃ、そうな、今日。いや、ちょっとやばいって。あ、もうどうなっとんすか。あ、もうなくなった。ビギナーズラックはなかった。なかった。でも惜しかった。惜しかったね。それ以降も何にもなくて今。アッキーさん、私買ったんです。やってんな。3000円が12,800円なんで。やってんな、このやつ。よかったよかった。すごかった。誰かしら当たってほしかったから。いい回収したお金を俺の財布の中に入れてくれたの。すぐ渡して。それはほんまに素晴らしい。で、焼肉食べに涙が出た。それは涙が出る。ライブ上げたよ。すごいカバー上げてくれるね。もう諦めな。無理よ。話できるだけ。そういう関係がずっとっていうのも。まあ確かに。あ、やっぱりお昼寝なく行こう。お昼寝するの？したい。お昼寝したい。でも私はもうお昼寝じゃなくてうちに行く。おい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 。もう大丈夫。いや、行くよ。近いある、ね、近い近い本当に。入ったな。お父さん。浮かれてんじゃねえよ。もう帰っていいよ。あ、出た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 、帰っていいよ。ごちそうさまでした。ここ？じゃあね。いやいやいや。じゃあね。なんだよじゃあね。え、本当にここなん、うん、そうなんそういう感じ。いいんだけど、ちょっとあの、ちょっと片付けてきて。オッケー。あ、いいよ。じゃあ、小川君、ちょっと悪いけど。はい。え？何？ちょっと頼む。いや、頼むじゃねえ。いや、そういう感じ。は？いや、そういう感じだから。いや、そういう感じって何？もう今日しかないから。え？じゃあ。あ、行っちゃう？あ、行っちゃう。お父さんと一緒だったら行っちゃう。ちょっとやめてよ。暗いけ電気だけつけて。あ、はい。まあこういうこともあってもいいよ。いや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 。たまにはね。多分ね。あ、軽っ。めっちゃ軽っ。え？え、アマボーって書いてあるよ。いい
いいよ、入って。家じゃないじゃん。家じゃない、お邪魔します。うちのホーム。どうする家？もう家みたいな。あ、家？家みたいな。うち飲み放題。え、飲み放題。お父さん好きなの。いや、いいね。コロナいいね。でしょ？久しぶり。大好き。けど、アマビ。あ、おお。飲んじゃうかな。おお、じゃねえよ。よし、一杯やろう。よしよしよし。みんなのご招待。残念でした。みんなでうちに来てもらってた。一緒に夜を過ごそう。おお、すごいね。おお、ゴリゴリだ。ゴリゴリだね。手のひら返しじゃない。本当に無理だって。いや、わかんない。どうだ。まだまだ粘ろうとして。ちょっと聞くんだけど。飲み屋さん。アマバ。アマバ。アマバ。上見て、音上見て、上見て。アマバ。アマバ。アマバだね。アマバ。アマバ。あ、そうだね。どうしたの？いいの、あるし、ここに。あ、マシャ。電気ついたの。電気ついた。よし、じゃあ飲もう。飲もう。私が運転して帰るから飲んでいいよ。じゃあ飲ませてもらうよ。うん。金は払ってよ。